にちは。こんにちは。今日は何してるんですか？今日はですね、福岡市東区の爽やかスポーツ広場っていうところに来ました。今日はついきさんにね、まあ、大人のサーキットトレーニングってことでめちゃくちゃ追い込ませてもらったんですけど、やっぱね、今日めっちゃ僕すごい気持ちよかったんですけど、やっぱ大人が動くって大切だなと改めて思ったんですけど、はい、どうですか？いや、そうですね、大人の方が動かないんです。そうなんです。今僕子供向けでやってたんですけど、見てる保護者動いてなさそうだなと思ったんですけど、子供を動かすには大人も動かないってやっぱ動かないなと、だからまずちょっと新しく試みで、ちょっと大人を動かして、今日はね、島田さんにもやってもらいますけど、すっきりしたと。めちゃくちゃすっきりします。それが大事なんですよ。運動するとすっきりする。なんかこれで、あ、子供と一緒にやれたらさらに楽しそうだなと思ったんですよ。そうですね、子供もできる内容だったので、今日のメニュー。そうそう。はい。今後はちょっとそういう親子でっていうのもありかな。そうです、ね。はい。なんかよかったらね、また今後も続けてもらえたら、僕たちもぜひ参加したいなと。そうですね、もう本当に日本全国に動かしたいんで。おぉ、はい。運動で日本を明るくしたい。大きなビジョンを持ってます。さすがです。もう足今プルプルしてる。今ね、かなりプルプルしてて、ね、かばってます。はい。もう全部自分の体しか使ってない。そうなんですよね。本当に、トレーニング時間は実際5分？ 5 分、20秒ですね、今日は。しかしてないですよ、はい。でもね、すごいことになってます、ね。はい、こんだけ限られた時間でもね、できることがたくさんあるってことなんで、ね、ぜひみんなで、動いたらなんかね、元気になっていくしね、なんか、こう、自分でかけてる努力を取っていくことできるかなと思ってます。はい、そうです。そうです。結構メンタルの要素もあるからですね。本当、新しい自分に出会おう。最高ですね。はい、まあ、新しい自分に出会うということで、よかったら皆さんも一緒にやっていきましょう。はい。ということで今日は、つゆきさんと一緒にお届けしました。どうも。どうも。